皆さんこんにちは松浦武志郎記念館では現在竹志郎の古物収集をテーマにした展示を開催しています北海道の名付け親として知られている松浦武志郎が様々なものを集めるコレクターでもあった姿を紹介をしていますその展示資料の中からちょっと珍しい3つのですね資料を紹介をしたいと思いますまず1つ目は 武市郎が集めたものの中でもえ奈良時代のもので、それが光明皇后の築地と言われているものでして、え藤原の不比等の娘である光明皇后が使ったと伝えられているものなんですね。えー、竹ひごのようなものを、えー、糸で編んで作ったあの本を。 覆うような時に使っていたと考えられているものなんですけれども本当にあの奈良時代のものかどうかっていうのはまあ今なかなか調べることはできないんですけれども少なくとも武志郎は光明皇后が使ったということで集めたものだったんじゃないかなというふうに思われるものです次にですねご紹介するのはつれずれ草の作者で知られている吉田健康さんが名刺ぐらいの大きさの紙に 書いたとされるものなんですけれどもそこにはですねおのねのつらき別れのありとだに思いも知らで鳥やなくらんという和歌がですね記されているんです竹志郎さん和歌がとてもですね大好きだった人なのでこれが吉田兼好さんが書いたものじゃないかということで集めたものだったということが分かります そしてあの3つ目にです、ね、ご紹介をしますのが竹さんのんの涅槃図なですねえ普通、涅槃図というのはお釈迦さんが亡くなった時の姿を描いたものなんですけれども主人公を自分に置き換えて真ん中には竹四郎さんが横たわりその足元には竹四郎さんの奥さんが泣いている。 さらに空からはです、ね、浮世絵の美女たちが雲に乗って駆けつけ、えー、竹四郎さんの周りにはさまざまな、えー、自分が集めたお気に入りの絵やそして置物のコレクションの中から人や物たちが登場してみんなが悲しんでいる姿が描かれているんですね。絵の下のの下方にはは動物たちががが登場しますがそれらはほとんどが 動物のおもちゃに姿を変えているんですまあそうしたですね大好きなものたちに囲まれながら安らかに死を迎えたいという思いがあるとともにですね自分が亡くなった後も子孫の人たちに、えー、おじいちゃんのことを忘れないでねっていうそういう思いもねあったんじゃないかと思います。 ま実はまだまだたくさんのですね竹次郎さんの集めたものが展示をさせていただいております。ま中にはですね刀のつばであったり古いお金であったり有名な人の書いた絵や。 そして書であったりこんなものも竹四郎さんって集めてたんだっていうことをですね、まあ、皆さんに知っていただき当時大変有名なコレクターとしても活躍をした姿を感じていただければと思いますこの展示はですね来年の1月26日の日曜日まで開催をしていますのでどうぞ皆様お越しください。